盆休み親子で楽しめるイベントが各地で開催されています。渋川動物公園では子どもたちに大人気、100匹のカブトムシやクワガタが当たる抽選会が行われました。朝から強い日差しが照りつける中、家族連れの長い列ができました。お目当ては子どもたちに大人気のカブトムシです。こちらヘラクレスオオカブト、いやー大きくて立派ですね。夏休みの子どもたちに30種類の昆虫が抽選で当たります。中には3万円ほどするものも。このイベントは全国の昆虫好きのメンバーで結成されたみぞんこクラブが、子どもたちに昆虫を育てる中で自然環境を守ることについて考えてもらいたいと企画しました。すべすべしててかっこいいかった。ツノの後ろ側がふわふわだった。何が一番かっこいい？ヘラクレス！そして抽選会、中でも一番人気は圧倒的な大きさのヘラクレスオオカブトです。見事引き当てたのは、お、1万やっとヘラクレスが早くも出ました。岡山市から来た家族が引き当てました。全員大喜びです。欲しかったヘラクレスオオカブトが取れて嬉しかったです。ただ飼育するだけじゃなくて最後まで責任を持つという責任感を子どもたちに持ってもらいたい。大好評だった抽選会、みぞんこクラブは来年も抽選会を渋川動物公園で行う予定です。